チがいる、ウルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い火を。そりゃなんとかならんのかね。そんなこと言ったって学校の宿題なんだよ父ちゃん。宿題か。しかしどこの家でもうるさくて困ってるだろうの。文句があるなら先生に言ってよ。うん、うるさいわね。いい加減にしなさい。学校から帰ってずっと吹きっぱなしなのよ。赤ちゃんが寝やしないでしょ。こんなの1時間も練習すればたくさんよ。あ、俺のオカリナが。母ちゃん弁償してくれよ。まあこの子ったら母親を捕まえて弁償しろだなんて。あ、母さん、そう感情的になることはないよ。アリスと明日の朝早く起きて練習すればいいだろ。しょうがないんだから。そんなこと言ったってオカリナは壊れちまったんだよ。分かってますよ。死んだおじいさんの形見があるんだ。ほら、お前が吹いていたのと同じものだろ。父ちゃん、これは全然違う笛だよ。いいじゃないか、たかが学校の教材なんだから。それよりこれは名人の笛なんだぞ。名人の笛って？うん、おじいさんはな、田舎じゃちょっと名の知れた笛の名人だったんだ。山で拾った石で作ったこの笛は、じいさんが山で死んだ時もしっかり握りしめていた名笛なんだぞ。そんなすごい笛か。ダメだ。どうしても明日までに吹けるようにならないと、また先生に怒られちゃう。その夜、アリヒト少年の家の近くは強い風が吹いていた。南原さん、今夜はすごい風ですね。何でも前線が通過してるっていうからな。まもなく風も収まんだろう。そうですか。あ、鳴った。
それだ。何も言いやしないじゃないか。嘘じゃないよ、本当だよ。君は今頃こんなところで何をしていたんだい。笛の練習してたんだ。こんな時間に笛の練習か。だって音楽の宿題だもの。宿題か。おや、勉強熱心なのはいいけどな、寝ぼけちゃダメだぞ。寝ぼけてなんかいない。早く探してよ、まだ近くにいるはずだよ。さあ君、もう遅いんだ。うちまで送ってってあげるよ。うん、いいよ。参ったな。おお、はい、来た来た。お、あんまそうだ。はい、はい、どうも。おい、サンキュー。おい、それで調査の結果何もなかったんだな。はい、しかし、笛を吹いたら怪獣が出るなんて、まるでコブラ使いみたいですね。しかしな、うん、その子の気持ちも分かるような気がするな。俺は小学校の頃な、算数が苦手だったんだ。算数の時間になるとお腹痛くなったことがあるんだ。副隊長、意外とデリケートな子供だったんですね。バカ言え、今でもデリケートだぞ。あ、信じられない。するとその子は音楽が嫌いでそんなこと言ったのかな。あ、多分そうだろう。みんなの前で恥をかくことになるからな。笛ぐらい吹けなくたってどうということないのにな。学校の宿題ですもの、そりゃ必死よ。でもあんな前の川で練習しなきゃならないものかな。おい東、お前も勉強は好きじゃなかったようだな。ええ、今でもね、試験の夢を見ることがありますよ。じゃあね、さようなら。薄井君、あなたはどうしてオカリナを持ってこなかったんですか。オカリナが壊れちゃったんです。それで笛の名人だったおじいさんが使っていた笛をくれたんです。でも授業でオカリナを使うことは知っていますね。はい、でもお父さんが笛なら何だって同じだと言いました。それでゆうべずっと練習しました。じゃあ吹いてみせてください。もう結構です。それで練習したんですか。それが途中で怪獣が出てしまったんです。またそんなこと言って。それはあなたのゆうべの夢でしょ。本当です。もう何度でも言いなさい。先生にはちゃんと分かってるんですから。笛というのはですね、こうして吹くんです。先生もダメか。今日は二人とも帰ってよろしい。はい。その代わり必ず明日までには吹けるようにしてくるのよ。でもうまくいってえな。おかげで僕も助かっちゃったよ。先生だってできないことはあるんだよね。しかし、怪獣って本当にいたのかい？うん、確かいたと思うんだ。怖かったよ。そうだ、僕ん家に来たらザットな人が下宿してるんだ。ザットか、あんまやってなんないよ。それより笛の練習の方が大変だよ。でも俺ん家は看望がいるから練習できないんだ。あの調子だと先生カンカンだからな。今日はどうしても練習しないと。Thank you.
薄井君と知り合いなの？おう、彼が昨夜笛の練習をしてる時に会ったんだよ。ふーん、いくら難しいからって笛を割るのはよくないな。よし、俺が直してやろうな。その笛はね、薄井君のおじいさんが使ってたんだってさ。よし、ああ、おじいさんのね。おじいさんはね、笛の名人だったんだってさ。そうか、おじいさんが名人だったのなら君も名人かもしれないぞ。どうして？ねえ、私知ってるわ。覚醒伝でしょ？あ、その通り。おじいさんの良いところが孫の薄井君に似ることだよ。じゃあ薄井君も名人に？いいなあ、僕のおじいさんは笛が上手だったかな。しかし練習をしなかったらダメだ。さあ吹いてごらん。はい。急行した。東隊員を援護する。森山君、はい、ミサイル用意。準備完了しました。全機怪獣に向けミサイル発射。しまった、逃げられた。なるほど。東の下宿で合奏してる時にな。それで昨夜見た怪獣と同じだというのか？はい。俺たちは昨夜調べた時は何でもなかったのにな。いや、もう少しきちんと調べればよかった。今さら悔いても仕方がないことだ。昨夜と今日との共通点は何かしら？昨夜有人君が笛の練習を
今日も有人君が。待てよ、共通しているのは彼の笛の練習だ。しかし笛の音なんかで怪獣が来るもんですかね。いや、音に生物が反応するってのはいろいろあるよ。そういえばバイオリンの音で蚊が集まることがあるわ。そうだよ、コブラがそうだもんね、ヒューって。船べりを叩くとタイが集まってくるっていうところがありましたよね。ああ、私も知ってる。それ千葉県のタイの裏でしょ。そう。おい、そうかもしれん。大変だ、その少年がまた笛を吹いたら怪獣が出てくるかもしれない。あの少年のところへ行ってきます。うちはわかるのか。心配ありません、ケンシ君の同級生ですから、すぐわかります。急げ。はい。アリヒトの笛ってあんた。ザットの東です。アリヒト君は今どこにいますか。さあねえ、さっき笛の練習をするって言うからうるさいって怒ったとこなのよ。まあ何しろあの子と来た日には死んだおじいさんに似て変わりもんでね。おじいさんってあの笛の名人とか言う。あら、あんたも知ってるの。まあそんなに有名だったのかしらね。おじいさん山で死んだのご存知。いえ。山で拾った石で作った、ほら、アリヒトの持ってる笛を吹きに行っててね、何か今もってわからない死に方をしたんですよ。ペシャンコになって。怪獣の仕業だ。え、アリヒト君は今どこにいますか。心当たりありませんか。そうね、いつも行くところって言えば。そうか、昨夜彼がいたところだ。君のおじいさんもあいつにやられたに違いない。おじいさんが。それにしてもあの笛の音はどうしたんだ。このままでは住宅地がやられてしまうぞ。兄ちゃん、俺が笛を吹くよ。なんだって。そうすればみんなを助けられる。アリヒト君。あ、始めたぞ。よし、向こう側へおびき寄せよう。ありがとう、アリス君。さあ、逃げてくれ。
ちがいる。ユートラの母がいる。どうしてかろうがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ。あなたから迫りくる赤い。いいか上野。はい。の肌ああさんにでも教えてもらおうかな。さあ、大手シャトルいい、どんどん行きましょう。ああ、先輩行ってるよ。早く行く。前乗った。早くやんないと。大手ですよ、大手。もうダメ知る。うるさいな、いい加減にしろよ。おお、怖っ。怖っ。しかし、これが宿題だったら、やっぱし命がけだよな。そうだよ。大変なことが分かったわよ。有人君の持ってた笛ね。あれ、会長の歯でできてたんですって。そうか。そういえばおじいさんが山で拾った石で作ったって言ってた。怪獣の旗ってあれは入れ歯じゃないの？え？入れ歯怪獣か。入れ歯怪獣。やめろ。君たち、ウルトラの国ってどんなところだと思うかい？考えてすぐ送ろう。二大怪獣を前に太郎の危機。太郎、絶体絶命のピンチ。来週のウルトラマン太郎、みんなで見よう。